としては上出来よ。でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。なんだと。可愛い夢丸が目の前で殺されたら雪姫の悲しみと絶望は極致に達する。それにより生贄の血はうまみを増し、それを飲む信長の力も強くなるという寸法。 そのために 2人を許せねえ。さあ、私の愛しい子供たちよ。そこにいる人間を食べておしまい。
たわ。 玄豆。 待っていろ、 雪姫、 夢丸。 今助けに行くからな。
ならここまでだ。小からさっきはゲームの世界。人間の前はどうすんだ。また手前か。突っ込んでろ。ドラネバケモンでも作って遊んでやがれ。なんだと？人間の分際でこの切り札を打ったんさまをバカにするとは。まあいい。ならば私の作り出した最高傑作と戦ってみろ。マーセラス。
We'll be right back.
Samanosuke の活躍で玄馬の野望は一旦は打ち砕かれた。だが明くる年、斎藤義達が病死し、暗愚な息子辰興が国主になると、再び織田軍が美濃へ進発、ついに稲葉山城は落城。ここに斎藤家は没落したのである。この陰に玄馬の暗躍があったかどうかを知る者はない。斎藤家没落後、雪姫は斎藤家とゆかりの深かった堺の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。宗久の計らいで南蛮船に乗り、世界へと旅立ったのである。その旅には夢丸も従っていた。様之助に教えられた通り、その目で世界を見るつもりだったのである。一方楓は様之助を必死に探し続けたが、見つけることはできなかった。明くる年、様之助の叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残したが、14年後山崎の合戦でその生涯を閉じた。そして様之助は玄馬を倒した後、陽として行方が知れず、その生死も定かではなかった。